値するス、ペインのビルダ監督は、前の試合からの先発交代は一人。対する日本は5人を変えてきたが、日本の方がはるかにユニットとして機能していた。なでしこが見せた素晴らしい組織的防御と効率的な得点能力は、優勝トロフィーを引き寄せる力があることを示した、海外メディアでも組織力についての言及が多い。近頃、運動部を廃止することになった、ニューヨークタイムズ。 だが、その穴を埋めるのが昨年買収したザ・ースレチック。こちらのマイケル・コックス記者の記事を読んでいたら、この人はなでしこの大ファンだということが分かった。スペイン戦の見出しはこんな感じ。日本はこれまでのところ、ベストのチームだスペインは日本にどう対処すべきかを知らなかった、していたが、スペイン戦で各国の記者の注目をさらに集めることになった。そして土曜日に行われるノルウェー戦は、 大きな注目を集める試合となりそうだ。再びザ・アスレチックのコックス記者に登場してもらおう。彼はベスト16のノルウェー戦をこう展望する。この試合は真の意味でのスタイルのクラッシュ、戦いである。ノルウェーは圧倒的な個人、スーパースターを要するが、そこに連携、結束力はない。対する日本の選手たちは謙虚で、控えめではあるが、完璧なハーモニーを誇る。 通常、サッカーという世界では後者が勝ちを収める。頼もしい展望だが、グループステージの最終戦でフィリピン相手に6点を奪ったノルウェーに対し、日本がどんな戦術で臨むのか楽しみでならない。